は久々に東京まで来てまして、東京の八丁堀に行く予定になりました。そのためにどこに停めたらいいのかって時にいつもよく利用しているのはこの宝町駐車場なんですね。それを今回ご紹介をしたいというふうに思っています。ここは非常にね便利なので、東京都のねこの駐車場ってこのちょうど、この昭和通りの下にねたくさんありますので、その昭和通りのところの下のところの駐車場を利用されるといいかというふうに思いまして、今回はお伝えしたいというふうに思いました。まずは東京都道路整備保全公社のホームページをご紹介します。ここには東京都駐車場が掲載されています。東京駅日本橋銀座周辺の駐車場はこちらになります。東京駅八重洲口近くには八重洲駐車場、昭和通り地下にはこの4つの駐車場があります。昭和通り周辺には日本橋や歌舞伎座、銀座など東京でもね有名なスポットがあるんですね。車椅子の利用者がどこ止めたらいいのって思うことよくあると思うんです。その時に昭和通りの地下にあったなと思い出すとね非常に便利です。駐車料金は30分200円から250円、まあ、かつ12時間最大で2400円なので、ね、この銀座周辺の民間の駐車場の相場からするとお得だと思います。よくある質問の欄を見てみましょう。八重洲駐車場は東京駅と地下道でつながってますかってありますが、これねつながってないんですよ。ここは注意が必要なんです。以前ご紹介した東京駅八重洲パーキングならつながってるんです。ここと間違えることがよくあります。障害者割引については各駐車場によって違うみたいです。新商社スペースはありますかという点ですが、ここに掲載されている駐車場にはあるようです。エレベーターなどについては一部昇降機になっているところがありますね。私はどちらも利用したことがあります。このホームページには S パークというリンクが掲載されていました。 S パークは以前にもご紹介しましたが、都内の障害者駐車スペースのある駐車場を探すのにとても便利なサイトです。覚えておくと非常に役に立ちます。今回は銀座駅周辺で調べてみます。丸 P と書かれたところが障害者用駐車スペースのあるところです。その詳細は下にも掲載されています。ちなみに障害者用駐車スペースとして絞り込まないとこれだけたくさんあるんですね。さらに検索する際には範囲をねちょっと広げてみると出てくることがあります。その場合目的地より離れてしまうこともあるのでよく検討する必要があります。障害者用駐車スペースで再度絞り込んでいます。ちなみに障害者割引、障害者用トイレありでね絞り込んでしまうと、これ都内であってもねヒットする件数は大幅に減ってしまうんですね。今回は先ほどご紹介した昭和通りの地下にある宝町駐車場へ行きます。宝町駐車場の詳細はこのように書いてあります。ストリートビューでもチェックすることが可能ですので、一度どんな場所か確認しておくだけでもね実際に安心すると思います。首都高速向島線で宝町駐車場を目指します。映像は 300% の、ね、早送りです。それをねここ書いておかないとスピードを出しすぎてますよってね結構言われたりするんですよ、コメントで。でもね私ね制限速度を守って走ってますので、これあくまでも編集で 300% の早送りにしています。江戸橋ジャンクションで銀座横浜方面へ向かいます。その後は東京高速道路を利用するので一番右の車線に入っておくと便利です。ちなみに東京高速道路は新橋銀座方面など行く場合にはとても便利なので覚えておくといいでしょう。
ここのゲートを通過してすぐ平井に入っております。昭和通りの地上通りではなく中心側にある地下通りに左折してください。そうすると今回利用する宝町駐車場が出てきます。車椅子の駐車場を使用したいと思ってます。はい、あ、エレベーターの近くの方がいいですね。はいはい、わかりました。宝町駐車場には大きな道路を挟んで両方に障害者用駐車スペースがあります。まあ、ちなみにこちらは昇降機になっています。係員の方が自転車誘導してくれました。とてもありがたかったです。都営の駐車場は障害者でない人が利用することが多いって前聞きました。ほとんどがカラーコーンをそのため設置してあるんです。自分で運転するときにはカラーコーンを自分で動かせないので必ず、ね、入庫するときにボタンで押して車椅子でありますよっていうことを、ね、伝えた方がいいと思います。もし伝えるのを忘れて入庫してしまった、そういった場合は駐車場に連絡をして、まあ、コンタクトを取るしかないでしょうね。まあ、そうでなければこの駐車場を利用することができなくなってしまうので十分注意が必要です。宝町駐車場には車椅子で利用できるトイレがありました。ただ手すりがね、片方ね、壁面の方だけないので利用する際には十分注意していただいた方がいいと思います。地上に出るとこんな感じです。まあ、注意したいのはね、夜10時までにしかこれね、エレベーターが稼働してないんです。以前10時を過ぎてしまって、なんとかね、これ降りることができたんでね。そうじゃなかったら帰れなかったです。奥に見えるのが東京駅八重洲口です。手前に見えるのが東京駅には繋がっていない八重洲駐車場です。すぐそばには首都高速宝町入り口があります。首都高速を上から眺めてみるのもね、非常にこれ気分がいいものですね。そして今回の目的地のセミナー会場へやっと到着しました。まあ、ここは車椅子のトイレが1階にあるので非常に助かってます。今回は東京駅周辺の昭和通りの便利な駐車場をご案内させていただきました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。